ようこそ、こてつムービーの世界へ。さあ、僕と一緒に、お遍路の旅へ、出かけましょう。山口県の南東にある周防大島へは、この橋を渡ります。島へ渡り、右へ道を進みます。僕は、まず一番先に、最長寺を訪ねたんだ。ここが、大島88箇所の根本霊場なんだ。ご住職から、いろいろ霊場の様子が聞けたよ。やれやれ、これでなんとかお遍路ができそうだね。お天気も最高だし、明日から頑張るぞ。いやー、いいところだよ。まずは温泉にでも入って明日に備えるか？お参り終わり。さあ、次へ行くか？なんか、ここありそうなんだけどな。さっきの気になるな。何だったんだ？いやー、のどかですね。長生きするよ。ナム、ナム？なんだ？虫がいるよ。おかしいな。誰か、僕のこと、呼んだ？いやー、お大師さんの家来かい？僕は今、お遍路中なんだ。おいっちに、おいっちに、もうちょっとだ。こんにちは。ここのお大師さん、いい顔してるよ。おやー、お大師さん、今からお空の散歩ですか？やれやれ、こんなとこ初めて。面白いよ。よいしょよいしょ、すぐそこだ。ここは、いい、眺めだな。さあ、お参りするか？お大師さん、ご褒美に、いいもん見せてやるって、言うんだ。僕らの地球って、なんて美しいんだろうね。ふむふむ、狐くんも、お参りしてるな。僕、こんなとこ、大好きだね。手足伸ばして、疲れ、取れたよ。飲みすぎたかな？
漢方の薬草を調合してます。あれってクジラじゃないよね。お遍路は楽しいことばかりではありません。難行苦行してこそ喜びがあるのです。なんちゃって。ここは74番か。あと少しだね。なんだ？初めて見るけど、君は何者ですか？こうしてお腹を地面につけると、人、お話しできるんだ。楽しい旅を。ありがとうございました。僕、少しは中堅らしくなったと思います。龍太君より愛を込めて、周防大島、さようなら。